M60 モーターウェイ、または、マンチェスター・リング・モーターウェイ、または、マンチェスター・オービタルは、英国のイングランド北西部に位置する都市カウンティー、グレーター、マンチェスター内を周回する、環状高速道路。ウィガン・とボルトンを除いて、区域内の全ての都市自治区を通過する。シティオブ、マンチェスター地域の大部分は、その最南端に位置する一部の地域を除いて、 この環状道路に囲まれている。また、欧州自動車道路の E20 号線及び E22 号線の一部でもある。総延長は36.1ミリで、2000年に既存の M62 と M63 を新規路線に併合し解消して、路線指定された。英国内で環状高速道路の指定を受けた2路線のうちの1つでもう一方は、ロンドンの M25 である。 フェイルズワースのカトラーヒル付近を通る M60 高速道路既存路線である M63、M62 の一部区間と M66 の延伸区間を統合した上で同年10月の東側区間の完成をもって2000年に新設され全線開通したストックポート高架橋の下をくぐる M60 高速道路当初計画では完全な新規路線の建設がもと 開通して間もなく、かなりの区間で計画された最大容量に迫った。環状高速道路としては、ロンドンの M25 モーターウェイに匹敵する。ただし、M25 とは異なり、M60 は完全に閉じたループの形状である。2004年には、M60 の北側区間は1日あたり平均18万千台の交通量を記録し、通例は最混雑区間とされる。 M25 の西側区間を抜いて、英国で最も混雑する道路の区間となった。M25 の渋滞は、近年道路工事が実施されたため、従来よりも改善された。2006年、ジャンクション5と6の間の区間が片側3車線から、片側4車線へ、ジャンクション6から、いくつかのジャンクションは大幅に改築された。この工事計画に合わせて、 ジャンクション8で M60 と接続している A6144 モーターウェイが降格され、モーターウェイの地位を失った。ありがとうございます。